ず初めは名古屋座の濡れ事知っちゃうのは俺んことや。得意の奥義を広げたら大阪一の踊り手と名古屋の三座に口説かれてやってきたのは日の本の西から東のど真ん中。一旗あげるにはちょうどええ。名乗り上げるんは名古屋三の助。つまらんやつにも興味はねえ。天下御免の大勝負、そいつの先には遠藤氏背負って立つ気はねえけれど、誰もやらねえご時世でお先真っ暗平成の明かりを灯すはこの一座、名乗りを上げるは名古屋三座丸王。我ら名古屋三座丸王一座。ここから先はですね、我々名古屋三座丸王一座が、マイクを使ってあまり肩肘張らずにお話をさせていただこうと思います。タロちゃんマイク持ってきて、ほい。はい、改めまして、はい、我々名古屋三座丸王一座はですね、この歌舞伎カフェ名古屋座で毎週金土日1日2回名古屋歌舞伎というオリジナルの歌舞伎エンターテインメントショーを披露しております、はい、一座でございまして、私が座長の三座丸王でございます。どうぞ私のことは三座とそうお呼びください。 Please call me 三座です。いいですか、はい、いきますよ、せーの三座。声が小さいんじゃないか、もう一回いくぞ、せーの三座。愛が足りないんじゃないか、もう一回いくぞ、せーの三座。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ほなら次行きます。私名古屋三之助って言います。三之助ののの字を取って三助って、覚えてください。ほなら呼んでくださいね。行きますよ、せーの三助。ほな、メガネかけてる人だけせーの三助。コンタクトの人だけせーの三助。あー、おるね。私2ウィーク使っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、我々三座丸王一座のメンバーとしては、この2人、そして、チームトラッシュというですねお二方を、加えて、今日はちょっとアクションによった、名古屋歌舞伎シャナ王の牛若丸編というものをね、披露いたします。そうなんです。初めて見た人は分からんかもしらんけど、はい、シャナ王の中にも今日見た牛若丸編は牛若からシャナ王まで、それ以外にですねシャナ王から源の義経になる話もございますのでね、それも合わせて見ていただけたらより一層楽しめるかと思います。じゃあもう早速だから、はい、トラッシュ今日の出演者をね、お呼びいたしましょうか、はい、チームトラッシュです。おー、どうぞ握手。はい、若手芸人です。はい、チームトラッシュのお二方でございます。まだちょっと簡単にですね、はい、自己紹介していただきたいと思います。お願いいたします。はい、はい、私愛知戦国姫隊の長谷川と申します。よろしくお願いします。愛知戦国姫隊って言ったから長谷川さんと呼んでください。せーの、長谷川さん、ありがとうございます。さあどうぞ。はい、チームトラッシュのカンちゃんこと神田です。カンちゃんって呼んでください。お願いします。せーの、カンちゃん、ありがとうございます。こんな感じでやってます。自由すぎてお客さんついてきて、ついてきてない、ついてこい。ね、愛知戦国姫隊さんじゃなくて、チームトラッシュのリーダーであります長谷川さんと副リーダーであるカンちゃんでございます。はい、はい、平成お願いします。昨日決まりましたね。そうだ、リーダー副リーダーがね、はい、はい、この4人に加えて、はい、さらに1人ですね、我々の、名古屋座の1人研修生がいますので、はい、ちょっと紹介させていただいていいですかね。ほいほい、おいで。はい、じゃあちょっと自己紹介し、ね、させてもらい、名古屋三太郎と言います。よろしくお願いします。お、タロちゃん、何て呼んでほしい。タロちゃんって呼んでほしいです。はい、タロちゃんだよ。ほなら皆さんお願いしていいですかね。いきますよ、せーの、タロちゃん、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、はい、
さとちゃんはね、今、昨年の12月にオーディションで、歌ってね、うちに、ちょっと今勉強中ということでね、あの出演をしてくれてます。今日はね、このトークの時間も勉強中ということで、はい、そこに座ってこちらで、じゃあ、たとちゃん、メモ取りながらね、はい、さらにはですよ、はい、今日はですね、あの我々この演者5人に加えてですね、はい、我々名古屋さんにとってですね、本当にお世話になっている方がいらっしゃいまして、はいはい、今日はね、それが、はい、今日はその方がですね、特別に来てくれておりますので、皆様拍手でお迎えくださいませ。三味線アーティスト田中さむさんです。よゲイ若手芸人や今日芸人多いな、ほんま。ありがとうございます。ありがとうございます。改めましてご紹介します、三味線アーティストの田中壮さんでございます。よっよっストムストムさんはですね、はい、我々のストムさんのおひねりガチャが、はいはい、田中壮先生はですね、はい、うちのね、この今流れてるこの曲、はい、これもね、あの弾いてくださっておりまして、うちの、あの使ってる楽曲の、はい、ほぼ全てをですね、そうです、作曲していただいて、使わせていただいてます。さらに、さらに私のね、三味線のお師匠さんでございます。今日ちょっと、俺、さっきついたんやけど、皆さん、冒頭、三味線聞きました？聞きましたよね、そりゃもう、ね、ちょっと、サンタ、メイクしてといて、はい、うん、あ、ミミも服装で、うん、先生の私これ師匠ですから、うん、もうしかも無理やり駆けつけてるんです。もう人前に立てばなんとか弾けるようになると、恥をかけと。今日弾けてたなと思う方なるほど、手を下げてよ。おお、なるほど。サンさん大丈夫、はい、OK です、 OK です。何を聞いたの、今日弾けてたかっていうの。あ、そう、なるほど。自分的に想像的に、はい、何人ぐらい手上がってこんだけね、こんだけおって、これ散々さっきも愛が足りないって言ったら、散々さ帰りとったよ。めちゃめちゃええお客さんですよ、はい、今日本当。その温かいお客さんの評価が、何人ぐらいの人が手を挙げてくれたか、はい、もうね、弾いた自分がよく一番よく分からない一番よく分からない、まあ、でも、うん、もうあれはね、弾いたというレベルじゃないんです。2つ3つ音を出したというレベル。何人ぐらい、何、うん、何人ぐらいと思います、想像。いや、多分ゼロなんじゃないかなと思うんですけど。正解しょうがないですね、もう終わったら、はい、稽古して、はい、ね、はい、もう 何よりの、でも本番っていうのは何よりの、メモして、本番っていうのは何よりの、本番何よりの稽古、何よりの稽古、本番は何よりの稽古だ、何よりの稽古なんですけどね、本当に書いてます。本番、お客様がですね、非常にあったかい方が多すぎましてね、そう、もうね、ちょっとでもこう最後までなんとかいけたら、ものすごい拍手をいただけたんですよ。だからそこがスタートだから、そうですね、そうです、成長も見守って。昨日ですね、うん、なんと昨日の夜、うん、最後まで、しかも今までで一番うまく、ついに弾けたんですよ。俺が来ると良くないねやっぱ先生来るってなるとね、はい、緊張するんですよ。緊張するかもしれないですね。でもね、本当に人前で弾くのが一番のこう練習だと、はい、いうことですので。変えた変えた、ね、はい、ここは本当初めてやろ。はい、OK です。書いてます、書いてます。あ、じゃあ始めましたよ。あ、わかりました。じゃあそれ裏でやってください。裏でやってください。今ついた、今ついた。そうそう、はい、そうそう、もうトラッシュさんも真面目やからね、そこさんに会いたかったんですけど、さっきも裏で喋ってる時に、初めてのご挨拶が板の上だって言って真面目か。あ、俺ここですか。そうなんです。顔が怖かったの。いやいやいや、本番より汗かいてました。汗がびっちゃびちゃになってる。ちなみに今日つとむさんがいらっしゃったっていうのは、実は3月の11日、今日何の日か皆さんご存知ですか？お、そう。せーのって言って声を出すというようなことではないですが、そうですね、あってはならないことですけど、東日本大震災があった日でございまして、私ちょうどその日に6年前の今日、東北から三重にまさに帰ってきた日がこの日だったんです。まあ三重県在住なんですけど、でつい23日も、石巻に行ってきまして、で、まあ、石巻の現状を見てきました。で平成30年になると、ようやく全ての仮設住宅が
まあ、撤去というか仮設住宅に今住んでいる人も、復興住宅といってですね、新しい住宅がバンバン建ってるんですけど、マンションみたいなやつが、市営住宅みたいな感じで運営されるんですけど、それ全戸分がようやく30年に完成をするという目処が立ってきて、で、震災の起こった9ヶ月後に私初めて慰問に演奏に行ったんですけども、その時はもう石巻の町はなかったんですよ。もう本当に学校も2時46分の時計で止まったまま、まさかの3階建ての鉄筋コンクリートのビルが横倒しになっている。家だったと思われるとこはもう土台しかない。ずっとひたすら瓦礫があって、だいたい年に1回2回ぐらい行ってるんですけど、初めて行った時はその瓦礫の山、そして2回目に行った時はその瓦礫の山が高くなって、でだんだん低くなって、今瓦礫がなくなって新しい町がどんどんできていっています。で、一番初めに行った時はもちろん仮設住宅に演奏しに行きました。今はですね、復興住宅というところのに演奏しに行ってるんですが、それは、仮設住宅、あれも入る時は大変でみんなくじ引きなんですけどこうもう地域でできていたコミュニティがバラバラになってるんですね。じゃあ全然知らない人同士が隣と接んでいると。で今新しいその復興住宅のところに行って、その集会所で今回も、初めてその集会所を使うというこけら落としというかなんていうかな、まあに行ってきました。今そんな現状です。で、その私の演奏活動を応援してくれている人がですね、まあ、石巻にもいまして、ビッグアップ石巻という、初めはもう4月の何日かに行ったっつったかな。もうひたすら泥出し泥出しで、今は、その地域のコミュニティ作りに、まあ、尽力をしているというか、そういうボランティアの団体なんですけど、まあ、だんだん補助金もなくなってきて、で、もうとうとうその今立っている拠点のところが、まあ、立ち退きにならないといけないという状況で、それをこの3月いっぱいまで赤い羽募金に、その募金が集まったらその、まあ、クラウドファンディングじゃないですけど、達成される。そこから補助金を逆にもらえて、今その立っている拠点っていうのはその地域の子どもたちが集まる場所になってるんですね。でなんとかそこを自分も応援したいなと思いながらも、さすがに何十万も自分で用意できるわけではないので、こういう場にですね来てですね、皆さんに演奏を聴いていただいてよかったなと思ったら、あ、金くれどうしましたと、今日は幻のこのここの音楽でも使ってます、スクダナカサンパチっていう、ユニットがあるんですけど、それの CD をね持ってきまして、はい、それを買ってくれると、はい、全額寄付、はい、でもお釣りを忘れた2500円なんですけど、もし3000円しかないよ、5000円しかないよ、いや1万円札しかない、すいません本当に冗談ですよ、冗談ですけど、まあそんなこんなで今日は本当無理にお邪魔して申し訳ないですけど、ありがとうございます。なんか皆さんにもそんな話をちょっと聞いてもらえたらなと思ってやってまいりました。すいません、堅苦しい話で、誰か笑いに変えてくださいお金をくださいということでございます。三味線の先生ですから、うん、もうそれはすごいんですよ。だから今日ここにね三味線を持ってきてくださったということですよ。そう、もちろん弾く、弾いてくださいます、ここで。そうだからみんなが弾いて、この今ね、トモさんが弾いて、それをねええなとか思ったらね、はい、少しでもええからそれをですね、はい、入れてくれたら、それをそもさんがこう届けてくれるっていうのを、はい、その段階で奇跡も届けてくれる。ですのでぜひですね、皆様このそもさんの演奏を聴いていただけたらなと思います、はいはい、じゃあ早速ね、お願いしたぐらいコーヒーがあってみたいな。そうですね、そうですね、お願いします。これお金入れはい、はい、でこれ CD をこれ持ってきてほしい、ここでかかってるやつが何個か入ってます、はい、いっぱい使ってます、いっぱい使ってます本当いっぱい使ってます。でもあんまり在庫がないので、これ今はほんと買えないですよね。在庫がないので普段売ってません。そうなんです。それでは前つともさんにこれ売ってくださいって言ったらあかんって言われましたそれくらい売られへん。それではお願いします。はい、お願いいたします。
そんな風になれますか？本当に？なれるなれる。本当ですか？多分夜の分にはこれぐらいだそれだけで俺もお金取れるじゃないですか。これで夜はじゃあこれがサンザバージョンが聞けるかもしれない。聞けるかもしれない。何年かかるんだこれ。あと15年くらいかかるんだこれ。いやすげえな。この楽曲、今弾いていただいた楽曲がこの筑中三八さんの CD にも収録は入ってない。入ってない。今のは入ってないですね。今のはもう全部全編即興なんです。即興なんです。そう、今のですか？今の即興なんですか？だから同じことを弾いてくださいって言われると無理ですって。え、じゃあ今の教えてくださいって言ってもじゃあ教えてもらえないんですか？どうしよう、本当に。あ、だから今のやつもう一回弾いてくれってもし言われたとしたら、録音したりしたやつを自分でまだ耳こくせなかった。逆にそう。じゃあもう今これ動画とか撮ってる人はもうほんま宝物ですね。いや、そんなことないと思うよ。じゃあ、動画撮った人ください。ちょっとこれ、それ耳こくしなきゃいけない。ほんまやわ。いやでも最初に、一番最初に弾いてみたやつは入ってますよね。一番初めて一番最初、最初に弾き始めたやつ。俺あれ聞いたことあるんですけど、あ、いや、そのフレーズがなんかちょこっと混じったっていうか。あ、そういうことですか。なるほど。この中にはその、何やったっけな、ダダンっていうやつがさ、うん、そうですね。だからその三味線だけ、はい、これはでもちょっと ややこしい。それ、いっつも聞いたの。これはややこしい。これ自分でも間違うぐらい弾けないんだよ。そうね、木曽さんにね、CD の何番目に入ってる曲をちょっと弾いてみたいんですけど、ちょっと教えてくれませんかって言ったら、どれやったっけ、じゃあこれです。もう どうやって弾いたかも覚えてないと。覚えてない。いうこれ、ちょっとその、インストルメンタルって言って、ああ、そうそう、これがそうだね。ほとんど楽器だけのそうです、ね、やつなんですね。ね、これ三味線と尺八笛のイントなんですけど、他にドラムとかパーカッションとかギター、ベース、和太鼓とか入ってるんです。全部自分で演奏してるんですね。すげえ。なのでもうそのアレンジっていうか編曲が凝りに凝って、ものすごいややこしいコード進行とかになってるので。なるほど。その一回ドイツでこれ来てくれって言われて、だいぶ練習したもん。自分の飛行機の中でずーっと聴いて、どうやったっけな、どうやったっけなって。結果、なんか、分からんけど、まあ、とりあえずやろうかって、そのままやって帰ってきた。その時もでも結構アレンジを加えてっていう感じになるんですよね。そう、だから、この通りで弾いてないと思う。でも、消化のことないから。なるほど、ね。そんなでも手の込んだやつ、今回は変えるってことですよね。そうそう、そう。じゃあ、今ここにご用意していただいて。はい。何枚ありますか？でも、夜の部分もあるから。何枚言ってもいいですか？ 3、4、5、数え方。何枚これもらってお客さんに渡したんですから。9枚何枚言ってもいいですか？そう、でもなるべく買わないで。なんでですか？まあでもこれは東北に、はい、はい、ではですね、こちらは帰りの際でいいですかね、はい、この CD はこの募金も帰り一緒にでいいですか？もしよろしく、はい、はい、ということで、はい、ぜひですね、皆様気持ちをですねここに入れていただけたら、必ずですね、ビーガップ石巻という、はい、団体を提供して、子供たちの笑顔を作り続けていきたい、はい、いやー、ほんと木曽さんはマジで嘘がないから、うん、いや俺こんな雑談なんですけどね、うん、僕が実はねここの名古屋さんにここにおんのね、ほんまつともさんのせいっていうかつともさんのおかげ。いや俺のせいで2本で当たるじゃない。いやいやいや、これほんまの話なんですけど、これねさっき6年前に会って初めての復興支援の時にね、大須で弾いてはったんですよ。大須のパニック猫で弾いてはって、はいはいはい、それを僕がたまたま通ったんです。でもその時にね、僕も東京行くことを役者決めとって、東京行こうと思って家探しとった途中やった時に、あ、そうなんや。そう、つともさんを見たら、つともさんがちょっとお酒飲んではって、だいぶ飲んでた。そうそう、ほんでブワー弾いとってめちゃめちゃかっこいい演奏して、その後喋り出した。俺はこのなんか今日本が大変なことになってんねやって、うん、やばいことになってるって、でもなんかかわいそうとか、俺は実際まだ見に行ってへんのにそんなん言うの好きじゃないって、うん、だから俺は今から演奏する、俺がずっとやってきた三味線を演奏するから、それを弾いてええー、と思ったら金入れてくれって、それを必ず届けに行くって言って引き出したんですよ。いやいや、それなんか持ってない。いや、これマジですよ。俺お客さんとしてこの人ほんまに嘘ないわって思って、俺千円札入れたんですよ。あ、マジ？大喜利なー言うて、うん、言うてくれた2日後に、実は僕が、あるとある場所で観光 PR 隊をやってたんですけど、そうそうそう、そこのオーディションが2日後にあって、実は僕そんなに
本当は東京行くこと決めてたから、うん、そんなに本命じゃなかったんですよ。ほんでオーディション行ったら審査員に勤さんおったんですよ。びっくりして1000円のおっちゃんやん。そう1000円とちゃんと1000円が勝っとるやんと思って、うん、ほんで俺すげえ運命感じたんですよ。でその時一緒にいてはったのがそのあそこに書いてある西川一馬先生ね、そのお二人やったからすげえ運命を感じて、あ俺ここでやらなあかんねやって思ってそこでやってサンタと出会った。だから今ここにおるから、ほんま俺が今ここにおるのはつとさんのせいっていうかおかげっていうか、いや俺本当にこのねあのつとさん嘘がない方やと僕思ってるので、なんかすごいめっちゃええ話、綺麗な話だけど、すごいかっこいい人じゃない。そうほぼ覚えてない。そうでもお酒飲んでるから。あれ違う、あれはあもうたまたま日が悪くて、日が悪くてっていうか良くてっていうか、昔ずっとやってた番組のクルーたちみんなであの花見やろうぜっつって、はいはいはい、朝も6時から戻ったよ。はいはいはい。ほんでもう始まる頃にはもう多分ウイスキーとかベロ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 やったのもんね。そうだからこそ作った言葉やなくて多分本音で話してんねんな。だから覚えてないんや。そうだからすげえ伝わったんですよ。なんやこの人って何も綺麗事言わへんと思って、そんなだからつともさんやったから、だから結局僕がそのね観光 PR 隊をやって初めてけんあの遠征に行ったんですよ、うん、その外に遠征行った初めてのお仕事が今度は僕招き猫の仕事やったんですよ。へえ、一緒にやったんですよ、そのみんなで。あれおったあそこのバーに。何も覚えてないですよ。ほんまその時も飲んでましたか。めっちゃいや、あ、でも練り歩いたのは覚えてる。そう、僕めっちゃ感動しとって。あ、それはそんな初めて。そうなんですよ。へぇ、何も覚えてやらへんから。なんかさっきから全然メモが進んでない。そうなんですよ。いやいや、まあそんなつともさんのね、はい、あの本当に演奏だけじゃなくて僕は人間としても本当にねこの方はマジでかっこいい人やなって多分あの僕ら二人とも思ってますので、ぜひあのそのですねあのお気持ちを皆さん帰りにですね、はい、あそこで入れていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、すみません、頭を見せていただきはい、ということでございまして、その聞けたし、今日はもう本当にみんな運がいい日だよ、うん、今日はね。まあ、でもせっかく太郎ちゃん、そのさんみたいになかなかこう一緒することなんか聞いときたいこととかない？どうしたらサンザさんがそんな風に聞けるの？まさかの失敗だ。だって失敗だ。俺らの対象やからな。うわ、優しいや。優しいね。今なんか誰かとしてまさかのとこ飛んだな。そう。驚いた。太郎ちゃんの質問、すいません、太郎さん。ものすごい角度できたの。そうですね。えぐられた感じがしてる。まあ、しかもやっぱ、今がさ、やっぱこう、なんていうの、もうこう新演目が始まってバタバタしてるし、はいはい、で、やっぱこう、みんなそっちも見つつ、こう、その過程、弾けるようになっていく過程を見てもらうっていうのも、またその、もう俺の企ての一つでもあるので、はい、皆さんに育てていただく名古屋座というのを、はいはい、そういうところから表現していければなと思って。なるほど。なるべくなら上手にならない方がいいという。なるなりませんよ、今みたいな感じで来たいんじゃないですか。いやいや、もうぜひそこメモしたらあかんじゃん。なるべくなら上手なの真面目なんで。めっちゃ真面目な子なんでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、いや、ありがとうございます、はい、ということで、はい、素晴らしい演奏と、またぜひですね、今日夜の部も来ていただけるんですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆様お気持ちございましたら、はい、募金の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、さて、それではここからインフォメーションになりますか。はい、はい、じゃあね、はい、この名古屋座、実はですね、いろんなグッズがございます、あちらにですね、ドリンクカウンターのところにたくさん売ってます。今日はね、あのトラッシュさんも見えてますので、トラッシュさんのオリジナルグッズも販売しておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。ということで、大丈夫だよ、ありがとうね。今日はね、まあ、もうすぐね、暖かくなってきてお花見も行くことでしょうということで、はい、今大特価のですね、名古屋座オリジナルブランケットが、3000円のところ 50% オフの1500円で販売しております。ぜひ皆様この機会にですね、このブランケットぜひお買い求めください。よろしくお願いします、はい、ただ夏まで待てば500円ぐらいまで行きます。夏までにはもう売ってないと思います。今期限定でございます、はい、限定でございます、はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、さて、はい、じゃあここでね、皆様と一緒に、はい、名古屋名古屋締めやる前に、ここで太郎ちゃんの今日のすいません、いつものコーナーなんでいいですか。太郎ちゃんが勉強した内容ですね、ちょっと皆様に読み上げるという、僕が勝手に、はい、まあ今日はでも本当に太郎さんの言葉ばっか、はい、僕らのこと何も書いてないです。はい、
あ、字が下手なんだろうな。一番上に本番は何よりも健康だ。何よりも稽古だって聞いたことあるじゃん。でその下によかったら金くれって。メモるワード。おーそして一番最後にやっぱちゃんと書いてましたね。上手にならん方がいい。なるよ。見てろお前もな。はい、ということで本日ね、あの太郎ちゃんが勉強した内容でございました。はい、皆様ありがとうございました。はい。じゃあここでね、名古屋名古屋締めという手締めをして終わりたいと思いますので、どうぞ皆様お付き合いください。ちょっとご説明しますね。俺が名古屋締めで締めようかなもとこう言ったらですね、なもの掛け声と同時に3回3回2回3回のリズムで手を叩いていただきたいと思います。よろしいでしょうか。準備はよろしいでしょうか。それでは参ります。名古屋締めで締めようかなも、それなもなもなもいいよ、なもなもなも2回、それなも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 、ありがとうございました。でまず本日はこれに、ありがとうございました。田中総務大臣、大きな拍手をありがとうございます。よありがとうございます。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 どうぞお気に投げ切って感謝してください。ありがとうございます。ありがとうございます。本日もたくさんご来場いただきまして誠にありがとうございます。お帰りの際はですね、お手元にございます木札は必ず受付でご返却をいただきますようにお願いいたします。また皆様とお会いできることを楽しみに待ってます。ありがとうございました。サンタでした。またねー。